次は道の駅ヤンバふるさと館、21分15キロですね。どんどん行きましょう。着いた。あったけど自動ドアでガンガン開いちゃう。どうやって行く？人が通るたびに開いちゃう。そして近づくと開いちゃう。どっかないかな。こっち側で取ればいいのかな。閉まっちゃう。難しい。行くよ。読めたっぽいよ。オッケー。通れた。よかったよかった。ここではお土産にしました。くっついちゃった。いやー、今夜のデザート、大きいイチゴ一粒。もう春なのかしら。タラの芽天ぷら大好きです。では次はね、すぐそこだから道の駅吾妻峡ね、7分 6.1 キロ行きましょう。どこ？道の駅吾妻峡。よし、順調。押せた。買ってまいりました。初めてのハンバーガー。ハンバーガーには炭酸よね。本当だったらビールがいいけどね。それと気になってしまったパン、これは今夜食べます。乾杯。美味しい。レモンスカッシュも大好きです。いただきます。どうやって食べるのこれ。次は中之条ですね。ふるさと交流センターつむじというところに行きます。14キロ22分です。到着しました。さっきからね、消防車がいっぱい来ると思ったら、おそらくあれね、煙がすごい。早く収まるといいね。あったこれだね。まだ消防車の音が聞こえるね。すごい火事なのかな。ふる
さと交流センターつむじ OK。 あー、ほっと一息つきたいと思います。うん、あっちびっくり、やけどする。冷ましましょう。次は高山のね、道の駅中山盆地というところに向かいます。19分13キロですね。出発。着いた。高山未来センター佐藤のは多分あれ QR コードがでかくなってるのがある。できた。オッケー。おやつの時間です。里の和さんでさつまいものフライドポテトにジェラートが乗っているものを購入させていただきました。地元産のさつまいも、普段はこれにね、地元の牧場のミルクジェラートがつくようですが、品切れだったため抹茶に変更していただけました。あったかい冷たいでとっても美味しいです。これを食べたら次は水上ですね。水上の目づき交換道の駅です。そちらに向かいたいと思います。そこまでは29分と21キロですね。いた水上水木交換でございます。こっち、あっち、どっちかな、こっちかな。なさそうだな、あっちかな。もうね、だいぶ日も落ちて寒い。あれだ、あった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 、良さげ。みなかみ OK。 ここではガーリックラスクお土産に買ってまいりました。本当はね、ここでビールを買おうと思っていたのですが、ビールのお店
亡くなってしまったらしいです。次は道の駅アグリーム昭和ですね。ここから37分24キロ営業時間が終わっております。何も買えない。閉まってるね。到着いたしました。みんな閉まっております。ん？ない。ということはあっち側の入り口かな。こっちにも確か入り口があったはず。あった、ありました。アグリーム昭和行けたか。よし、プラザ、よし、オッケー。次は白沢と思っていましたが、変更して川場に行きます。24キロ32分でございます。そしてね、もうこんな暗いし日光までは到底着きそうにないので、白沢温泉があるので温泉に入って車中泊にしようと思います。到着いたしました。片品村観光協会。こっちがね、道の駅尾瀬片品です。道の駅の道路の反対側にあります。道の駅着きました。スタンプラリー、スタンプ終わったら温泉行きます。これだ、白沢呼んでね。なんか押しちゃった一緒に何か押しちゃったよ。どこだ、あった。 OK、 これで15個中14個、残りは日光のみ。頑張った。どう、寒い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 。お風呂、お風呂、早く温まりたいね。よーく温まって、それから夜ご飯。では皆さん、後ほどお風呂入ってくるね。いい湯だったよ。温泉は最高だね。よいしょ。あ、ちょっと破けちゃった。
でもここしかつかないよね。無理やりだけど、ちょっと目が変だけどごめんね。よし、鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ。5年履いても破れない、強いぞ強いぞ。発酵発酵鬼のパンツ、発酵発酵鬼のパンツ、あなたも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 、みんなで発酵鬼のパンツ。破けなーい。さあ夜ご飯、では乾杯。はあ、うまい。風呂上がりはいいね。今日の夜ご飯は、天狗パン、ガーリックラスク、デザートの、ちょっと見えるかな、でかいイチゴ。皆さん、食べましたか？恵方巻き。今日はね、鬼だから。どうなの？鬼殺し。豆佐野薬除け大使祈祷済みだって。縁起良さそうでしょ。本当だったらね、片品から金星峠というところを抜けて、日光を抜けてというか、日光いろは坂を下ってあっち側に行ければね、今日中に全部終わったのですが、冬季閉鎖中のためそこが通れず、ぐるーって遠回りしなきゃいけないから、今日は断念しました。あともう一つ、ちょっとね、真剣にやっております。景品があるの、景品が当たればだけどね。参加賞と中間コンプリート賞と、コンプリート賞、私はそのコンプリート賞を狙っております。だからね、この動画を見たみんながスタンプラリーはやってもいいです。でもコンプリート賞を申し込まないでください。倍率高くなると私当たらなくなるの嫌だから。コンプリート賞欲しいの。だからみんなはね、応募しないでください。さてと、今年の方位は東北東って書いてあったよ。いや、北、東、多分ね、東北東、こんな感じかな。よし、恵方巻き、いい匂い。では、
そして豆、毎年豆まきしてます。ただ今回車の中でばらまくと大変なので、今年は今年の数だけ食べて残りはお持ち帰り、お家で巻きます。では行きましょう。今年の数だよね。今年年を迎える数。行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。明日はここから2時間ぐらいかな、もうちょっとかな。遠回りって大変なのでもう寝ます。寝られないことはなかったんだけどね、昨日ちょっと寒かったの。なので今日は電気毛布使って寝ます。ではおやすみなさい。また明日。最後のチェックポイントやってまいりました。道の駅日光、日光回廊、ニコニコ本陣です。ありました。よし。よし。全部揃いました。ドライブスタンプラリー15個バッチリです。スタンプラリー終わってしまいました。とりあえず道の駅ぶらーっと一周してみて、最後にこの観覧車乗りに行きたいと思います。到着いたしました。このね、全部が透明の観覧車、あれに乗りたいの。はい、足元に気をつけてゆっくり乗ってください。お願いします。はい。今日はちょっと風があってね、徐々に行くと揺れるかもって。すごいでしょ、ほら全部透明です。おー、楽しい。おー楽しい。では皆さん。